今日のメインディッシュはゴールデンラジオには6年ぶりの登場のこのコンビです。どうぞ、うん、どうもパパの星野ディスコとアイナプーです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。確かこの番組には6年前に来てるんだよね、はい、あれから6年経って、はい、星野ディスコ君は20キロぐらい太ったかね。そうですね。20もいった。すごい、あのこの1年ぐらいで、はい、取りましたか。来てしまいまして、出ますね、はい、当時はあれだ、アイナプーはあんまり体重は変わってない。私、うん、なんなら痩せた。確かになんか痩せた、ちっちゃくなった、痩せた、うん、今45、うん、昨日測って45。え、45。身長は152。全体的にちっちゃくて細い、まあ、すごいって言わせたかったな。いいな。前来た時にはまだバイトしててどうのこうのって言ってたけど、6年前は言ってたけど、はい、2017が、はい、キングオブコント行った時ですね。今度来た時は2人ともあれだね、バイトはもうしてません、はい、素晴らしい、ね、やめれました。素晴らしい、はい、嬉しい、はい、バイトをしてないどころか、うん、星野ディスコ君は車を買った。嘘。え、知らなかったです。去年買いまして、でも移動がほとんど自社になったんで。自社って言ってるの。もう、はい、今日も初めて自分の家に車、自社で、自分の家に車で、自社で、そう、自社なんで、あの今日も初めて自社で、はい、自社させていて自社っていうの。はい、え、何の車買ったか、ヒコさんに。一応外車なんですけど、イタリアのフィアットっていう、うん、外車なんですよ。自社、自社外車、自社がイタリアの車。そうそうそう。色は赤でね。うわ、真っ赤な。自社赤自社、いやいや、いいでしょ、自社赤でも。言いたいだけ自社。信じられない。だって私多分、フィアットっつったら、はい、ちっちゃいけど高くて結構いいやつですよね。いいやつだよ。あ、ね、だって、同い年なんですよ、年。あ、そうなんだ、ね。芸歴も、芸歴僕が一丁ぐらい上で、同世代なので、うん、同世代の芸人が自社でイタリア、いやいや、ナビついてないんですって。どうしてるの？いや、もうあえてその、なんていうんですか、レトロなやつなんで、もうスマホね、Google マップとかね。やってますけど。いや、すごいな、はい、あ、どっか行きましたか、車で。そうですね、うん、でもあんまりあの、うん、インドアなタイプなんで、うん、どこにも行ってないですね、うん、本当仕事を現場に車で行くのが好きなんで、そんなちょっとおしゃれな車にしたの、はい、そうそう、もっと実用的なのだってあるだろう。そうなんですけど、ね、まあ、やっぱちょっと舐められたくないなっていう気持ちで、やっぱ外車警備員さん局のやっぱあのそこに、うん、あの K とかで行ったらなんか、うん、うわ、面白いですけど、うん、K 乗ってんだみたいな、いやいや、なるかなと思って、でも小さい車じゃないと運転が難しそうだなというので、まあ、最初はな、はい、で会社で小さいのってなったら、うん、なるほどね、フィアットですか、はあ、え、それでもちょっとモテようと思ってみたいなのもあるんですか、うんうん、いやいや、そんなつもりはないですけど。あ、ないや、うん、はい、女の子乗せたことはまだマネージャーさんぐらいしかないですね。マネージャーさんはどんな感触でした？あの、なんかすごい嫌そうな感じで嫌そうなんか、その一回乗せた後に、うん、あの別の現場で、うん、あの、あ、今日も乗って帰りますかみたいな、うん、あ、大丈夫です、うん、ってやっぱちょっと鼻についてた、ね、固くなに断ってきたんですよ、今日乗って帰りますか、アイナプーはその車乗ったんですか？私乗ったことないですね。あら、うん、え、なんで、うん、なんで、まあ、タイミングがなかったんですかね、うん、乗りたくないの、ちょっと乗せてよみたいな。なんかフィアットっていうのはあんま惹かれなかったんですけど、うん、私の好きな漫画のキャラクターと同じ車だっていうのが分かった、うん、瞬間にちょっと興味は出てきてますね、うん、同じなんだ、いいよ、乗せてもらったら、確かに乗せて帰ろうかな、動かなくてもいいから乗せてやれよ動かなくていいんですか、乗るだけですか、天神の車みたいな、家まで帰ってほしいですけど全然、はい、なんかタイミングが合えば全然、うん、家の方面もちょっと全然違ったりとか、うん、送ればいいじゃん、送ればいいじゃん、そのための車じゃないよ送れるやん、確かに埼玉の先輩とか送ってるのに、埼玉の先輩送ってんの、埼玉の、埼玉遠いだろうよ、だってお前都内埼玉から来たらね、どこでも来れますよね、やっぱなんかすごい、東京の道知らねえんじゃない、あんまりまだ知らねえだろ道、いや、あんまりやっぱまだ知らないですね、本当その、あの
の港区とか全然わかんないですね。あそうか、すごいな。どの辺よくわかるんだ、何区よくわかる、よく行くのは、うん、あの練馬区です、ね、練馬区とあの川口とか。いいですね、埼玉の方に。あ埼玉の方で赤いフィアットが走ってたお前だそうですね、絶対わかりますね。本当に乗ってる人少ないんでバレちゃいますけど、6年前はバイトもしてたのが、うんうん、いや夢ありますね。ヒュアッと乗るようになりましたか、ね、え、確かコンビ仲も悪いっていうのはな、なんか前の評判で、はい、パパ、だから、まあ、車も乗せてもらえないような乗せてもらえないような、勝手な解釈で、うん、まあ、乗りたくないのか2人の解釈ですよ仲はどうですか、ちょっとは良くなりましたか。でも6年の間で仲も良くなって、うん、で本当、はい、なってたんですけど、最近またちょっとだけ悪くなったっていう、波ありますね。そうですね、やっぱ波が、嫌いなの、まあはまあ、お互いですかね、うん、お互いに嫌いなの、お互いに、うん、そうですね、もう結構お互いにっていう感じにはなってきてるので、うんうん、結構いげつないこと丁寧に言うわけですよ、うん、楽屋とか二人きりだと本当にもう静寂というか、うん、静寂、はい、いるのが辛くなる感じの、うん、そっちがどっちが出てくの、はい、いやどっちもいる、出てかない、もう どっちが先に出るのかみたいな、そこも戦いみたいな感じになってる、それも戦いなの、はい、いろんな戦いすごいね、毎日戦って本当の戦いはテレビの中だと思うんですよね全員疲れるんですよ、だから楽屋から楽屋で消耗しちゃう、消耗してヘトヘトになって本は言ってますねもう楽屋でヘッドヘトヘッドヘト、あいやな、もうネタなんかどうだっていい、はい、今日もあるんだって思いながら、うん、やりますよ、4分もやるんだって思いながら、うん、やるやる、4分もやらなくちゃいけなかったらね、はい、もう大変だよね、でもある弁当とかだって一緒に食べてんじゃないの、楽屋だったらそうじゃないですか。あでも食べてます、まあ、マネージャーさんとかもいるんでね、うん、みんなで食べてます。それとやっぱり2人よりかは気が楽、そうですね、最近やっと現場のマネージャーさんも来てくれるようになったんで、うん、いなかったからね、はい、いなかった、今まで現場に来なかった、来てくれなかったから、ね、地獄でしたけど、あそうだよね、はい、それバイトやっててね、働いててマネージャーつくのはちょっと大変だよね。そうですね、そうですか、はい、そうで稼げるようになって、はい、まあ、お金持ちになって変わりましたか、いやもう車は買っただろうけども、そうですね、うん、もうファンの方も、うん、あの最近すごい増えまして、うんうん、チョコレートとかバレンタインに100個ぐらいもらったりとか、嘘、はい、嘘だ、いや本当なんです、本当です、あの伝説のね、なんとですね、あのディスコ伝説ありますから、マセキ芸能社 の社員さんに聞いたんですけども、全盛期の内村さんを超えるぐらい今届いてるよと、嘘だよ、はい、本当です大爆笑、何前世紀だって、前世紀のうっちゃんさんってすごいですよね、もう超えてるんです、もううちのディスコはチョコはあんま届いてなかったのかもしれないですね、チョコ以外は届いてたかもしれないですけどうっちゃんさんに、はい、でもチョコだけは僕は買ったということです。とんでもない、そんな、でもね、なんかあちこちで君たち見ないけどねそうもうなんかその一部に、ね、あの巷でコアな感じになってるって、そうです、そうなんです、怖いですよ、あそう、あでもネタがあって、はい、君は今度本も出して、はい、本も出で歌も歌えて、歌もちょっと、はい、みたいなことだよね、はい、あそう、収入はでもちゃんと2人で真っ二つ、あでも個人の仕事はでも、はい、黙ったあれですね、あの、はい、一緒、これ今日は真っ二つですけど、うん、個人の仕事は真っ二つじゃないですか、うんうん、じゃあ本も給料も全部星野くん、そうなんです、うん、あじゃあ YouTube も全部星野くん、 YouTube もそうですね、うん、個人でやってるやつは、じゃあもうだからそこに不満はない、あ私全然ないです、本当にどんどん活躍してって、どんどん活躍、どんどんもう遠くの方に行ってほしいですいやもうそしたら楽屋も別になるから、ね、楽屋別になる、楽屋も星野さんの権限で別にしてもらって、あなたの夢は楽屋が別々になる、ね、早く有名になって、楽屋別に楽屋が出るぐらい偉くなってほしいです、ね、星野さんが偉くなって、星野さんが一人大部屋、大楽屋、大楽屋マネージャーも10人くらいつけて私一人でいいんでちっちゃいとこ、ちっちゃいとこで一人で、そうですか、すごいよく働いてる、まあ、本の紹介も後でするけど、うん、ありがとうございます、こっちに入ってくる評判は、はい、
なんか中島みゆきとか、はい、松田聖子とか、はい、なんか歌すっごい上手いって聞いたんだけど。すごい大竹さんにも。すごい大竹さんにも。いやいや、ちらって聞いただけで別にそんな。そんな俺のとこまで入ってきてるわけじゃない。そんなすごくはなかった。ちょっと、はい、調子乗りました、はい、調子でも確かにそれをね、うん、YouTube でそれで多分車買ったぐらいですよね、はい、それでファンの方も増えて、え、 YouTube で儲かったの。そうですね、それで、それあのお笑いでは全くファンの方増えなかったんですけど。そうですよね。そうですよねってこともないでしょ。そうですよね。歌で、はい、女性人気がガーンと増えて、女性人気、すごくないですか。それでチョコレート、チョコレート100個、そういうことになってる。そうなんです。歌ってムカつくんですよね。いやいや、ごめん、歌ってムカつく。こっちが頑張って頑張って笑いをとっても、うんうんうん、一節歌うだけで現場が大爆笑になるから。そんな歌なんです。もうね、頑張っても無駄だなって思ったりするんですよね、うん、そうだよね、うん、頑張っても無駄だよね。結局うまいかどうかのが大事なんだな。アイナの心が折れちゃう。折れる前に、いや、私が笑わしたってね、もう歌に勝てないんだ。歌は勝てない。勝てない。歌は勝てないです。なんだそれ。お笑いじゃね、歌はね、勝てないんです。なんでそんな噛みやすいこと言う。悲しいな。お笑いで勝っていこうや。なんでやねん。こんな若いやつが、ね、大竹さん相手に。でも音楽はすごいもんね。すごいんですよ。乗らないでください、大竹さん。勝っていきましょう、お笑い。すごい、一番勝てない。お笑いの方なのに、ね。同じ歌でいいんだもんな。いや、そうなんです。同じ歌で、まあまあまあ、しかも人の歌なんです。人の歌だ。人の歌だもん。人の歌やめてください。カバーって言ってください。人の歌じゃなくて、人の歌でしょ。人が頑張って作った歌で、カバーソングっていう、頑張って作った歌を勝手に歌って、いやいやいや、それで感動させた気になってたよな。やめてください。違法じゃないで。どっちが悪いかは自分で判断してください。違法じゃないんですよ。じゃあ、あれだよね、まあ、味方にとっても卑怯。卑怯なんです、本当に。卑怯なやつなの。卑怯なやつなんです。卑怯者。僕は音楽代表でもないんで、その車も売ってしまえ、そんな車。汚い金に行こうだ。汚い金ね。売れ金じゃない。売れよ。いや、なんでそこまで話進んだんですか。真っ黒い金や。黒く塗るぞ、お前。赤なんて生意気ですよね。生意気。赤なんて生意気。黒黒、いいんですよ、ね、黒だよな。人が作った歌、まあ、歌って赤い車乗り上がって運転席のところにもう真っ黒いスモークがありますよ。前見えなくて、ね、前見えなくて、バックでバックしてぶつかれ。後ろも真っ黒にして、すごいことばっかり。マイナップすごい楽しそうだな。乗ってくれるからね、大竹さんが乗ってくれるから。大竹さん優しいから楽しいですね。敷居をたくさん上げてしまいましたが、はい、早速ですが、うん、まあ私も大好きですけど、中島みゆきをちょっとここで、いいですか、中島みゆきさん、ね、はい、いいんですか。いいんですか、かそ準備はそれでいいの。あ、もう座ったそのままで大丈夫ですか。うわ、腹立つな、はい、それじゃあ、はい、星野ディスコさんの歌です、はい、ちょっとティッシュ取ってくれ。ありがとうございました。あ、もう涙で前が、ティッシュを、ティッシュを取ってくれ。感動で前が、嬉しい、ありがとうございます。もう涙、会場が涙で溢れております。ヒコロヒーさん も, も, もう笑ってるように見て泣いてます。ティッシュ取ってください、ヒコロヒーさん。ティッシュあるから、ティッシュあるからいっぱい、ティッシュあるからね、話せる分あるんでね。もう涙で会場が止まりません。こんなに反応してくれ。どう、ヒコロヒーどうですか。いやいや、ええ、いや、ちょっと変やって。いやいや、何が変なの。変じゃないでしょ。これ本当にこのラジオでね、声だけ聞いて方は澄んだ歌声で美しいと思うかもしれませんけど、なんか座ってこうね、手組んでね、なんかマイクに向かってなんかそれっぽい顔してそうですよ、歌ってるけど。アーティストです。いや、本当ただノートルダムの鐘の人が一生懸命高い声出して。いやいやいや、そんなことない。いや、もうかっこいいって言われてますから、ね、今ちょっとラジオ聞いてる人はちょっと驚いたと思うよ、ね、あ、本当ですか。上手ですもんね。あ、女性の曲も歌えますんで、その松田聖子さんとか。あ、はい、キー一緒なんですね。あ、そうです、原曲キーで歌ってるんで。原曲キー、はい、ね、一番高い曲で何とかありますか。一番高い曲、そうですね、うん、でもあの X ジャパンさんとかも歌えますし、うん、すごい。一番流行ってるあの曲、一番流行ってる曲というと、うん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 、なんですか。くれないとかですか。くれない、はい、くれないとかも歌います。くれない、くれないはちょっとあの僕のキーは出ますけど、歌えるかな。
はい、ありがとう。はい、これはちょっと、これはね、ジャンルが全然来なかった。じゃあさっきはほんまに来てたんですか。嬉しい嬉しい嬉しいです。ちょっとちょっと来たよ。嬉しい嬉しい。本当。竹誠さんに私なんかのいやいや笑いも取ってるやんって思っちゃいましたけど。笑いはいらないですよ。笑いは一切。もう途中笑ってましたよ。お前もうヒヤッと3台ぐらい買っていいよ。ほらもうやっぱ歌には勝てないのよ。嬉しい。嬉しい。はい、歌も披露していただきましたけどもね、まあね、せっかくアイナップもいるんだから歌もやってもらわないと。ネタもやりますか。はい、じゃあネタ。何こう歌はすごい乗り気だけど、なんかね足取り重いですね。足取り重いよ。まあそうですね。君の考えたネタだって。そうです、僕が考えたネタではあるんですけど、やっぱもうその軸足をやっぱ歌に今置いてるんで、ちょっと軸足、あの本読んでもらえば分かるんですけど、あのギターの練習したいってすごい書いてあります、歌歌いたいめっちゃ軸足置いてるやん。アイナ君この本読んだ？半分くらいまでしかまだ読めてないんですけど。半分読んだんだね。半分読んでどうだ、どんな感想？どんな、でもすごいお母さんに愛されて羨ましいなって思うような本ですよね。あ、じゃあ家庭のことなんかもいろいろ書いて。猫のために仕事キャンセルしてんだよな。詳しい。そう、あの泊まりの仕事とかも猫のために。猫のために仕事キャンセルしちゃう。すごいね。で、歌のためにお笑いライブもキャンセルしてます。お前ヒヤットで、ヒヤットで猫と暮らせやいいだろ。お前なんか。ヒヤット大活躍です。ヒヤット大活躍。さあ、それではパーパーのお二人です。どうぞ。えいちゃん、えいちゃんのこと一生幸せにします。僕と結婚してください。そこの炊飯器の中見てみて。指輪、はい、以上をもちまして、プロポーズの100回目の練習を終了とさせていただきます。よし、まあこれだけ練習すれば絶対プロポーズ成功すると思う。よし、えいちゃん帰ってきたら頑張ろう。ケンジ君、ただいま。あ、えいちゃん、あ、えいちゃんにあの、大事な話が。ケンジ君、ケンジ君にお知らせがあるんだけど。あ、じゃ、先行どうぞ。実は、私のお父さん、うちまで連れてきちゃったの。え？実はまだお父さんに彼氏がいること言ってなくて、だから今日、ケンジ君にお父さんを紹介したいなって思って。お父さん今玄関の外で待ってもらってるの。あ、じゃあケンジ君の大事な話はお父さんと一緒に聞くね。あのお父さん帰ってもらってください。すいません。え、なんで？あのちょっと今あのエリちゃんに大事な話がありまして、その大事な話をそのお父さんに聞かれてしまうと、そのお父さんに対してもまた別の大事な話をしないといけなくなってしまうんで、あのその大事な話の方がまだ全く練習ができていません。なので今日は無理です。あの別日でお願いします。 あと絶対に炊飯器だけは開けないでください。でもお父さん、私が無理やり連れてきたのにすぐ帰ってって言ったら怒ると思う。怖い人なんですか？え、お父さんってどういう人でしたっけ？プロレスラーだよ。あ、そうですか。あ、ちょっと急に呼吸ができなくなってしまいました。ケンジ君どうしたの？あのちょっとね、もしかしたらあの今後の展開によってはここであの試合が行われる可能性が出てきたんで、ちょっともうあの動機が止まらなくなっちゃって。ケンジ君なんか落としてる。あ、え、この紙、私と結婚したい。え、ケンジ君これ今日言うつもりだったの？あの全く練習が行かせませんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドキドキした。久しぶりにネタやったんでちょっと緊張しました。歌より久しぶりやった。立ち位置逆だったんで。そうですよ、確かに。何が
立ち位置が本当中の、はい、立ち位置逆に立っちゃったらやりづらいよね、はい、ドキドキしました。あでも良かったよね、うん、あ本当ですか、緊張してるなんてギリギリ、うん、全く思わなかった、うん、やっぱ声がの幅があるから、はい、あの時とか面白くなりますよね、うん、あの声震えます。ネタの時ですか、あのネタの時に、うんはいはい、帰ってくださいっていう時の声とかやっぱ面白いトーンにもなれますよね、うんうん、それで何、それ幅があるから演技が上手いみたいなことですか。あ今私またフィアットへの第一歩を踏まそうとしてます、うん、ちょっと2代目も検討して、はい、演技で次は芝居で、はい、ちょっと頑張りたいですねドラマも、はい、ということで星野さんが、うん本をあはい、うん、出したということで、もうあれだね、八面六臂だね、八面六臂、歌は歌うわ、ういろいろやらせていただいておりまして、はい、本は書くと、はい、本は前から書きたいと思ってた。あそうですね、でも小学生の頃からちょっといつか有名になったら書きたいなと思ってたんですけど、まあ、有名にあまりならないうちにも書けることになりまして、まあ、書けた、珍しいね、まあ、きっかけをねいただいたので書くことができたっていうことなんですけども、はい、半分まで読んだんだろ。半分まで読みました。どうだった、でもそのなんかあの時のこととか幼少期のことどうしました、うん、目パチパチされていやびっくりしてんねやろ、急にかつらないで真っ赤な髪出てきてるから、そうだからこのまま話し続けていいのかどうかちょっといじった方がいい、まあ、黒髪だったから、ね、普通なんかね、はい、カラーの髪してて、はい、あのかつら取ったら黒髪っていうのは普通だけど、はいはいね、この人は黒髪取ったら紫色になってるからちょっと私パチパチしましたちょっとどうしていいもんかしらと思ったんです、はい、あごめんなさい、あのちょっと暑くて脱いだんですけど、暑くて脱いだみたいな、全然あの本の感想は、うんまあ、その幼少期のことを書いてて、私はちょうどその病気のところの話で止まってるんですけど、なんかすごい読みやすくて、うん、でその幼い頃の話、うん、なんか出会った人とのエピソードで、うん、そこに関するなんか、うんうん、こういう言葉もらってありがとうございますっていうお話が結構あって、うんはい、とてもいいお話でしたね。母子家庭で育ったんだよね。そうなんです、はい、離婚しちゃったんだよね、はい、お父さん離婚しまして、で父ともずっと会ってなかったんですけど、うん、まあ小学生、うん、中学年ぐらいの時に、うんまあ、なんか会うタイミングができて、そこからまあ会ったりとかはしてたんですけど、うんうんはい、それ前までは自分の名前にとってもこだわってたって書いてあるね、はい、あ書いてました、ね、あの本名が和成っていうんですけど、うん、数字の1に、それで何ですけどってお母さんに聞いたら、はい、うん、たらあの一番になれるようにカズナリ、カズナリとつけたみたいなのを聞いてしまってから、うん、もう僕は一番にしかなれないというか、うん、一番を目指さないといけない人間なんだと思ってしまって、すごいもう十字架を背負ってしまって、うん、そういう名前だって、はい、じゃあ一番になんなくちゃいけないんだ、全部一番になろうっていう、で一番になったものは何かあったのその時。いや本当に占いとかぐらいしか、うん、その今日の占いみたいな1位星座ランキング星座ランキング一番っていうか、そのいっぱいね、カニ座の人とかいるわけやからそうです、カニ座みんな1位、うん、足も遅いですし、うん、勉強もまあまあぐらいで、歌は上手やったんじゃないの。歌もそのあんまりそこまでそうなんですよね、じゃあ何でも一番になれず、でこの名前を背負ったからにはなんなくちゃいけないと思って、はい、いろんなこと頑張ったんだけど、頑張ってたんですけどね、ダメだった、ダメでしたね、はい、ある時お父さんに会いました。はい、お父さん会いました。すごい読んでる、すごいなんかもう読み聞かせみたいな感じでありがたいですけど、教えて教えてそんなに読んじゃいない、そんなに読んでないですかそんなに読んじゃいない、記憶していただいて、ね、それでお父さんは、はい、和成という名前について何ておっしゃったんですか。はい、父が、和夫という名前で、はいはい、でその和夫の和から一を取って、うんうんうん、で平成に生まれたから姓をつけたという、はいはい、すごいシンプルな、シンプルな名前だ、うん、それを聞いて、はい、もうすごい
心がこう浄化されたと言いますか、うん、救われて1位になんなくちゃいけないっていう名前じゃん、大竹さんの方が詳しい、ね、僕の方がちょっともう覚えてない、なんで自分で喋られ、全部大竹さんに言ってもらって、牛来る物語第エピソード1ですよね、これこんな言っていいんだ、僕をもう凌駕して、めちゃくちゃ俺が喋ってる、多分オチが違ったから全然してなんで星落ち言わへん、僕の方がちょっと覚えてなかったです、ね、いやまあそんなね、いろんなエピソードが詰まってる星野ディスコさんが書いた本、星屑物語なんですけれども、文芸春秋から税込み1540円で発売中でございます。パーパーから何か告知はありますか？はい、まあ、ちょっと僕のその本の告知になってしまうんですけども、あの7月1日にですね、その発売記念のサイン会を行わせていただきまして、はい、僕の地元の群馬県で始まって、最後はあの埼玉県で3店舗行かせていただいて、はい、普通1箇所だ、そうです、群馬2箇所、うん、はい、高崎と太田でやらせて、東京はあの7月に凱旋みたいな感じでツアーになってまして、うん、仙台とか福岡もやらせていただくんですけど、本で凱旋ツアー、凱旋ツアーがちょっと人気がやっぱライブじゃなく、ライブじゃ、はい、ただ喋ってサイン書くだけなんですけども、めっちゃいいよ、はい、それでお金もらえるの、お金はもらえるのかな、まあフィアットが増えてたらもらえてたと思う、はい、まあそれそうやろうけどな、はい、本のタイトルは何ですか？はい、あの星屑物語と申します、ツーショット撮影もね、あ、そうですね、そのサイン買っていただいた方、皆さんね、念願の、うん、私行かないから、ね、行けよお前も、え、なんで行けよじゃね、金なるとしんじゃね、全然並んでもらえたらね、ツーショット、並んでもらえたらサインされる側、ツーショット撮んの、あ、じゃあサインしてそれ売ろうかな本持ってるし、あ、ね、またですね、パーパーの先ほどのネタ番組ツイッターで動画を見ることができます。公開期間は1週間ですので、皆さんぜひご覧ください。ということで今日のゲストはパーパーの2人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。